無情のつぶやき、ともです。5月6日、本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、福岡すごい天気が良くてですね、外出たいんですけれども、ちょっと部屋の整理してましたね。そしたら、去年、3年ぐらい前ですか、それで去年ぐらいまで着てた、この服が出てきたので、長袖なんですけど、ちょっと暑いので、どうかなと思ったんですけど、せっかく出てきてもったいないから着ようかなと思ってこれ着てます。そしたらですね、私ちょっと驚いたんですけど、去年までこれぴったしだったんですけど、これお分かりですかね？ブカブカなんですよね。これブカブカ。これ伸びてるわけじゃなくて、本当に私痩せたんですよね。それで去年ぐらいまではちょっとダイエットに取り掛かってまして、で、もともと98キロぐらいあったのが、90キロ前後まで行ったんですね。それで目標を85にしてたのですけれども、多分これ私ダイエットも何もやってないのに、今85あるかないかじゃないですかね。この感覚で言ったら。あと自分でわかるじゃないですか。なんか歩いてたり走ってたり、走ることないですけど、なんか軽いんですよね。だからこれ明らかに痩せてるなっていう自覚はありますね。ただそこで心配なのが、やっぱり病気によって痩せてんじゃないかなとも思ってますね。私今疑ってるのが、やっぱり癌だとか、糖尿病、そういったことで、ちょっと痩せつつあるんじゃないかなとも思ってはいますね。ただですね、1年半ぐらい前に、今みたいにあまり調子が良くなかったので、実は全て検査したんですよね。岩手県の南の方の市の総合病院で検査したんですけれども、内科的なことは全て検査したけれども、ちょっとわからない、はっきりしないって言われたんですよね。それで、整形領域の検査した方がいいって言われた方されたんですよね。本来は先生方がわからないっていうことは使われちゃダメだと思うんですけれども、私当時そこの病院担当してましたから、多分先生が正直に、内科的なことは全てやったけど分からないよっていう形で言われたんだとは思います。実際ですね、大腸の内視鏡までやって、で、右後ろが痛いんですけど、で、それちょっとはっきり分からなかったんですよね。個人的には大腸がんだとか、あと腎臓がんですか、こういったことも、とか思ってるんですけれども、でも実際、その血尿が出てるわけでもありませんし、初期は初期なのかなと思ってますね。それでちょっと思ったのが、無職になって、先月の記事ですけれども、今中年無職が100万人ぐらいいるって言いますよね。で、今回のコロナの件で100万人超えるんじゃないか。もしくはもう現段階で100万人以上いるんじゃないかって言われてますよね。で、無職になって思ったのが、健康診断、また病院行かないんですよね。だこれは本当に気をつけようと思いましたね。で、サラリーマン時代は、やっぱりですね、年に1回、検査が義務付けられてましたし、意識も結構高かったんですよね、健康に対する。で、無職になったら、のんびりと穏やかな時間が、過ごせていいことはいいんですけれども、あんまりその健康について、検査をするっていう意識が薄くなってきたんですよね。自炊とか、そういった、その食べることに関しての健康管理はしようっていう意識が高まりましたけれども、実際病院に行って検査しようっていうような考えが薄くなってきてるので、ちょっとここは気をつけようと思ってますね。で、これ仮に見られている無職の方いらっしゃいましたら、やっぱりお互いですね、健康あってからこその、仕事ということですから、ずっと無職なわけないですよね。働きますよね。だから将来の仕事とかそういったことを考えても、今のうちきちっとした健康管理をしていくっていうのは重要ですよね。ちょっと今日本当にこの服を着てダブダブになっている感じを、感情っていうか、ダブダブになっている感じを、感じまして、ちょっと思いました。ちょっとなんかグダグダですね。ちょっと思いましたね。ここまで僕はやってたんだって、俺はここまでやってたんだって思いましたね。それでちょっと、つぶやかせていただきました。いつも本当にご視聴ありがとうございます。お付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。無情のつぶやき、
ともでした。失礼します。